景気が悪かったらですよ、うんうん、よかったらどうしようもないですよ、ね、下げるとまた利益消すのは大変になりません。いや、そういう話じゃないんですよ。違います。売上が低迷した時です。ああ、低迷した、はいはい、低迷するってそう予測してるんですよ、はい、うん、なんぼなんでもちょっと今年の夏以降はきつなるやろなと思ってるんですよ。よっぽどええとこでも、はいはい、うん、僕はそう思ってるんで、はい、だから今ちょっとしんどいなと思ってるとかもうガッタガタなると思ってるんですからね。だからこれ医療機関でもうちらみたいにこんななんていうかな、その国の国庫に頼ってないようなところでもしんどいっていうのを予測僕みたいにするっていうか、普通のお医者さんなんてガッタガタになると思うよこれ多分。お医者さんによったらボロ向けしてるところもあるって聞きますけどね。それがあかんようになると思うわ。もう例のワクチンですからね。コロナで来た患者さんを思っていろんな検査してボロ儲けしたりとかしてるとか。だからバチ当たりますってあんな、うん、びっくりするような検査するみたいですね、うん、もう本当にバチ当たりっていうか、うん、そういうことになりますわ、多分。だからあれ見ました、京大の名誉教授の福島先生っていうのが喋ってたやつ、記者会見見てないですか。あ、それちょっと見てない。それネットで見た方がいいですよ。5日ぐらい前にやってたんですけどね、サンテレビですわ、はい、サンテレビ気合っていうかようやるなって、もうサンテレビだけやな、あんなことできんのみたいな、その名誉教授がおっしゃってるのはやっぱりもうその厚労省にねちゃんとしたデータ出せと、はい、うん、でこれはもう今起こってるワクチンとかこういうのはもう医学じゃないし科学でもないと、うん、ただの信仰やみたいな話になっていってるんで、うん、まあやっぱりああいうのが全部出てきますよ、表にも、もう今年中に必ず完璧に医者吊るし上げられますよこれ多分全部、うん、学者も今そんな杉浦さん言ってたようにそんな、うん、コロナでワクチンなんか検査でボロ儲けとかそんな、うん、あれ結局言ってること誰ですよ杉浦さん、国庫ですよ、はい、国の金ああやって引っ張り出してる連中ですよ、はい、うん、頼ってる人らですわ、うん、あれがもうズタボロになるんじゃないですか、うん、どう考えたって、うん、だから補助金もしっかりですわ、うん、役人もしかりで、ね、だからそれで税理士さんなんかもあんまりそっちに頼らんとやっていかなあかんような感じになんねやろね。そんなばっかりやってる人もおるでしょ、税理士の司法書士、特化してる人いますね。おるでしょ、国から金引っ張り出すのに、はい、なんか一時期はいいんやろうけどどう考えてもこれ続くはずないやろってことやってることって多いでしょ、なんか、まあただね、その時流になったらバブルみたいになるっと儲けれるんでやっぱりそっちに走りがちなんですよね。そうなんですよ、だからコオロギ食えよってのもあれも補助金かなんか出てるんですよね、あれ、あんなことやっとったらさ、会社の信用され、だから信用されるへんようになっていくんちゃいます、だいぶも、うん、まあ医療診療所も病院も食品会社も、今なってません、だんだんちょっとずつ流れが、そうですね、データとか不正とか結構いっぱい出てますよ ね、 あれね、だから氷山の一角ですわね、まだ一般の人たちはわけ分かってん人まだおるけど、もう今年でもうあかんでしょ、全部出てくるんちゃいます、だから健康とか食みたいなのがやっぱテーマになるよな、これどう考えたって。そうですね、な、最後行き着く先はな、あともうやっぱ不動産屋もさっき言ってたような話じゃないけど誠実じゃないとこあかんようになると思うで、これ。そういうところ淘汰されていかないと、思うわ、そんな感じがするな、もう、びっくりする話とか出てきますもんね、なんか仲介料書いたるでっていう人が出てきたりするんですよね。そうですね、なんぼで書いたらええと、でその書いた金額の2割よこせと、手数料やって、なんぼでも書くって言うんですよ、1億でもええって言うんですよ、ほんまかいなって話じゃないですか。だからちゃんとやってる不動産業者さんもやっぱおるんですけどね、変なことするやつが出てくるから業界ごと変なふうに見られるんですよね、制約も一緒ですわねこれ、全部が悪みたいな、なことになってくるかなこれ。まあそんな感じで見えません、なんか流れがすっごいでしょ、もう。そうですね、五輪も、もう東京都もこれはどんどん出てきますよね、出てくるんですね、
掘ってないだけでまだ掘ってないとこいっぱいあるんちゃいます？あんな今までもあったってことですよね。ずっとそんなことやってたんだよな、電通今急に出てきたわけじゃないですか、ね、そうですよ、今始まったことじゃないです、今まで同じやり方だってたまたま引っかかっただけなんで、それまでも当然だから電通なんかやったら本体のあの人らからしたらあれと思ってるんちゃう、なんで今まで良かったのに突然こんなんなんの、みたいな、メディア潰してるんですよ。だから芸能界今狙われてますもんね、芸能界が、で日本の NHK も電通もなんかなんていうかな、一斉射撃みたいな、メディア用潰しに行けへんから自分らのことなんでね、メディアって、BBC が始めるのね、今週から、ジャニーズの闇とかね、やっぱり芸能界と政界と財界、メディアってグルってことですよね、あれ。まあみんなあれですよね、ブラックなところとつながってるんですよね、それこそあのヤクザの世界とか、そうですあの宗教とか、そんな全部こうね、つながっていってますからね、で変なことをさせられてっていうか、ね、酒飲まされて飲ましてもらって、変なことさせられて証拠取られて、お前も仲間やってされてるんですよね、あれ多分、ね、あの連中みんなもう無理やと思う、あんなことばっかやってたら、なんかそんな感じでしょ今、すごいでしょ、暴かれまくってるみたいなことになってるもんね、どうですかので、製造の人たちとか、製造業者、製造はちょっと光は見えてきてますね、大手がちょっと動き出してるんで、で先もちょっと見えてると、光が見えてきたなっていう感じなんですけども、問題は大手賃金アップせって政府が言って上げてるじゃないですかでその上げた分で、ね、仕事降ってきよるんですけども、そういうことだよ、利幅が少なく降ってくるんですって。ああ。ほんならこっちも賃上げせい言うてんの、そんなんできるわけないやないかって話でですね、実際上げてるんですか賃金って。中小上げれないですね、上げられるかな、上げれないです、社会保険料厚生年金あんだけ上げてくるのに、もう、そっち落としてくれやって話ですから、賃金上げたら当然それついてくるじゃないですか、率でも決まってるんで、ビビたるもんですもんね、結局、なんていうんかな、可処分所得ってなんのかな、ええ加減にせよって感じですよね、あれも。で一応まあ国とかの言い分としては、一定以上のその給与払ってたら税金ちょっと負けたってるやないかという、そういう仕組みが一応あるんですよ、あるんですけども、それかなりやらんとあかんっていう話なんで、赤字だったらそもそもそんなん使えなかったりとかするんで、賃金上げて今期赤字でしたって言ったらもう吸収できるとこなくなっちゃうんですよね、それで中小の方が潰れてしまう可能性もありますし、給与って下げれないじゃないですか、ボーナス上げたり下げたりは多少できますけども、だからボーンと上げたらもうそっから現状維持か上げるしかないっていうことでどんどん苦しまっていくんで、賃金上げろって言ったって、その何の要素もないのに上げろ上げろって、まず社会保険厚生年金税金お前らちょっとね減らせよって、その分可処分所得が上がんねえからな、実質で賃上げやんの、あいつら、いや国ばっか取って役人ばっか取ってね大手はいいんですよ、そんなんね、いくらでもね、下にその分つけ回しゃいいだけの話なんで、その辺がね、その大手ばっかり見てるんちゃうかなと思うんですよね、国とかは、大手もしんどいね、これでもうこれから、まあしんどいのはしんどいですけど、今結構バブってるとこもあるじゃないですか、実際のところあるな、あるな、まあコロナ明けやな、2類から5類にするって言って5月だっけ、5月ですかね、3月5月3月はマスクを10マスクって最初から任意やん、自分で考えろって話しちゃうのなんでお前らが決めんねんみたいななんか国が決めなあかんみたいでしたね、なんか10でいいですよって言い出しましたよねっていうことは今まで半分強制やったんかって話ですよね、なあ、わけがわからんわもう
さあこれ面白いな、今年はな、コロナの返済始まったこの夏ぐらい想像つくでしょ、秋。今結構あれですね、コロナの借り換えとか金融機関から気の利いたところは言うてきてますね。借り換えしましょうっていう形ですね、これちょっとしんどいやろなと思ったらな、見てたな、あら秋ぐらい怖いで、これすっごい数飛んでいくで、もう、飛んでいくってよりもうええわって思うやろな、もう、こんなんもう無理ですよみたいな。あのやっぱりね、その年配の社長さんとかで後継者がおらん人はもう万歳と、心がなえるよな、もう見通しないのしな、こんなに先向こう7年返済するほど頑張れんわっていうふうになるよな、もう別にで先もまだ見えないじゃないですか、見えないよな、世界がどうなるかわからないような状態でもあるんで、この秋やろな、始まんのきつーなってくんの、銀行こんだけ、だから銀行もやっぱり銀行なんか一番よく分かってるんで、まあ金融庁から何か言われてるとかいろんなこともあんねやろうけど、やっぱり締め出してるからね、銀行でさっきの樋口さん、さっきの話じゃないけど、あいつらはぐもんな、昔もめっちゃやってましたもんね、貸し剥がしっていうのかな、バカっちゃバカよな、剥がして潰れてどっちもよろしくないのに、あれ何考えてあんなことすんねやろな、あれ多分言われてんやろかな、お上から、お上からっていうか自分のところの、あの銀行の懐事情で言ってるんちゃいますかね、あれ、まあほんだ少々何債権少々カット、要は目減りしても、元金、ちょっとでも回収するっていう感じかな、帳簿上、債務者は返済不能になるし、まあなあ8割か7割銀行は債権者は取れるんか知らんけど、資産もそういうとこそこで終わりでしょ、バブルの時よくやってたね、あれね、まあでも言っちゃあれですけど、銀行さんむちゃくちゃやってますよ。あの私の昔のお客さんでもどう考えてももう20代 の何のノウハウもない人が会社を起こしたのに、で間なしで3年ぐらいでなんか8000万ぐらい金貸してるんですよ。で当然事業行き詰まって金返せませんっていうので自己破産しはったんですよ。なんで8000万も降りたんかって話ですわ。信じられなかったですもんね。まあでもこの間言っちゃ悪いけど営業マン言うとったで、あの後でどうなろうが僕ら3年ぐらいで動くんで、まあまあまあそうですね本音やろなみたいな、それは本音ですわ、追っかけてこないですもん銀行の内部では、本音やと思うわ、その時は資産伸ばせ融資してこいって言われるから、築地で数字出さなあかんから言われるがまんまにやるけど、上が閉めろって言われたら僕ら関係ないんで閉めますよみたいな、そう言われた通りやってるだけだからね、連中も。その目標であのクリアできたら栄転させてくれるって、そこだけのあれですよね。そうですわ、だから全体も考えないし目の前のその言われた数字だけですよ、で一気に剥がしに来たりね、いやー俺いっぱい驚いたんやな、今まで経営者やってると、銀行今までお前らそんな笑っていい顔してきて突然こうなるんかみたいな、ね、そんなの見てるといっぱいいますよね、銀行はまさにそうやね、あれバブルの時もえげつなかったみたいですもんね、あのゴルフ会員権とかね、いっぱい金借りさせてかわしといてでダーンと下がってっていうのいっぱいありますもんね、なあ、だからなんか銀なんちゅうのかな、強盗団みたいだね貸して、利息金利取って、でドーンと暴落したら返せと、全部返せと、全部返す、もしくは担保取っていくと、でしょ、強盗ですよねだからそれに対応せなあかんわな、いや気持ちの面で、いや全部持っていきゃもうっていう準備して対応するか、筒いっぱいまで入れんと対応するか、あとまあ銀行さんあんまり言いたがりませんけども、今国が言ってるのはその今までやっぱり
企業が金借りようと思ったら社長とか連帯保証人させられてたじゃないですか、うんうんうん、それがなしでもいけるようにはなってるんです。なってるな、金融庁の長官あれなんていう人やったかな、あの人が言うとったな、そんなようなこと、でそれある程度やれっていう肩振りは してるんですけども、銀行は嫌なんですよな、そうじゃないと、だって企業伸びないもんな、個人の担保なんで、担保担保担保全部人質取られたら、事業失敗したらもう身ぐるみ全部はわれるから、リスク多すぎるじゃないですか。だからもう再起できんっていう日本はですね、だから僕そんな話は銀行員にしたことあるけど、あいつは一言もそういうのを口に出せへんな、なんかあれ、井口さんあれなしで、金融庁はそういうふうな方向っていうのは、その要は金融庁が言うには、法人のその事業に対して融資をしてんねんから、その代表者の個人の、その個人の保証なんてそもそもおかしな話やっていうのは金融庁の解釈なんやけど、監査法人っていうのがうるさいねんて、でそこがもう担保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 、なんかそこは足かせになってるみたいなことは言ってる人おったな、何でもかんでも担保を取ったら事業なんて やろうとする人おれへんな、企業なんて、だから持ってる人間しかできないと、できないよね、そもそも1億借りるのに1億持ってないとお金貸せませんってことやもんな、それだとあんたから借りませんよって話ですよ、ね、極論したら、面白いことやんねんな、からくりっていうか実際そうやもんな、1億貸してくれって言ったら1億あんの見せてくださいってはっきり言うもんな、お前アホかみたいな話で、あれでしょ、その本業で収益上がらんとなったら投信とかいろんなものを売り出してるでしょ、保険とかも手当たり次第、ほんで損誤化してね、何とも思ってないみたいな、あれも今月中に何とかしてくれとかな、で最後は挙句のあたりには秀部さん何言うかカード作れやからな、この、ゴールドカード知らんプラチナカードブラックカードカード作れカード作れって何やないやろ、あれ銀行ってもうすごいですね今ね、あれ銀行じゃないわ、あれ仕事もう儲かるまた何でも首突っ込んでますね、バンカーっていう感じじゃないっすわ、全然ちゃいますね、なんか僕からしたらあれ何やろ何やろ、売りもせえへんもん無理やり売ってるみたいな、あんなも続かんと思うわ、もうこの先都銀さんなんかもっとひどいですもんね、ひどいな、貸したくないところはもうすぐ足蹴にするんですけども、借りてほしいところにもう日産しとるんですよね、毎日のように、でそこ業績悪くなったらピタッともうこうなって、でどないしたらそろそろ来てくれや、うちあの需要あんでって言ったら、いや今忙しいから行けませんとかね、平気で言うたりとか、まあメガバンとか都銀なんかもう見てたら事業に融資するっていう感じじゃないっすわね、僕から見たら。なんか担保持ってるところに貸しに行くみたいな、だから資産持ってるところに金を貸しに行くっていうふうにしか見えないんですよね、っていうことは資産を強奪するために金貸しに来てんちゃうかな、あれみたいな例えば10億の資産をその担保取れるね、余裕で担保余力のある10億の資産を持ってるところに10億貸しに来て、で利息をその間取って、でそこが崩れたとか寝落ちしてガタガタっていった時に強奪するみたいな、でそこを支えたらなあかんやないかっていうところですよね、で丸裸にするみたいな、そんなようにしか見えんねんけどな、あれやってること見てると、あいつらほんまに資産家とかに結構手当たり次第やってるのはあれですよね、その需要がないのに土地買ってアパート建てたとかね、そうですよ、で自分のところで借金せと、そうよ、だから建物減価償却で減っていくし、借りてたお金も相続財産から控除できると言ってやるんですけど、不動産とかとくっついとるんですよね、くっついてますわ、あれマージン取っとるからね、あいつら、で、ああいうふうになって、ね、この前問題になりましたけど、手抜き工事とか結構大手であったじゃないですか、あのざまですよね、言われる子は、まあ、銀行さん言うんだったらって、やっぱり年配の人、いまだにやっぱり一定数、親切者いらっしゃるんで、まあ、どんねが偉い目を負った人いっぱいおんねやろな、地主は。います、います。なあ、
いかんせん土地担保に取れんねんからな、もうどうにでもできるよな、もう、でまたその施工会社と組んでるからそっちからマージン取るわ、金利は取るわ、で田中さん入らん、入居者さん入らんと経営者地主さん賃貸業うまいこといかんと行き詰まってきたら、ねえそれごと取っていくんやろな、そうですね自分らほとんどリスクなくて美味しい仕事だけでこうピューと、なんか僕も作戦考えなあかんな、あいつらをギャフンと言わせる一番でもギャフンと言わせる一番ええ手っていうのはもう街道で引っ張るだけ引っ張って逃げるっていうのが一番ええ手かもあれね、ほんまに。そうですね、その融資実行した人間が在籍した時それやったら一番答えますわね、もう出世できないじゃないですか、踏み倒すっていうのは思いっきりバッテンつきますんでね、思いっきり踏み倒してまおうっていうのが一番やな、もう、まさかと思う飛び方するっていうのがね、あれコロナのゼロゼロはあれですよね、もう基本的にはもうハゲないですよね、あいつらもハゴ思てもハギにかかってくるんですか、ハゴハグメリットがないですよね、あいつらからしたら。まあ100%保証業界付けでしょ。でも上が入ってこいって国が言い出したら剥がざるを得んのな。そうですね、だから入ってこいとは正面切っては言えないですよね。でもそんなんなんとでもお達し出したらどないでもできるんじゃないの、金融庁から財務省から一緒になって、要はルール変更したらええわけでしょ、一定基準のその資産評価決算からなんていうの、これだけの利益出しててこれだけのこう一定基準のこの資産持ってなかったかんとか、もうそもそも資産ないから金借りてんのに。コロナの場合は逆なんですけどね、こんだけ売り上げ戻ってないからそのまま継続したりとかっていうのが本来なんですけどね、でしょ、あれもおかしな話で、ルールを変えられたら余裕のあるとこやないと全部剥ぎますっていう方向に持っていかれる可能性があるわけでしょ。まあその可能性はゼロじゃないですか、ね、でしょ、片っ端からやられるわな、それやったらちょっともったいないと思うんですけどね、もう認知いじめやんなもん、せめてね借り換えでちょっとあの期間ちょっと延長したるとかそういうあれでね、やるのは現実的じゃないですかね、国の方も責任問われるあれもないじゃないですか、ですよね、まあでも借りた方からしたらあれ無担保やもんな、保証人もなしやったっけ、もう保証人だっけ、保証業界ついてるもんな、そうやな、国が保証やもんな、でも無担保、国だけがあれ飛ばすには最高じゃん、飛ばしたい人はでも借りる時からもう解散って決めてやる人もおったみたいですからね俺なんか強盗とかオレオレ詐欺みたいなああいうことやってるやつらフィリピンで捕まったりしてるけど、あれゼロゼロ融資入れてフィリピンに行った人よさおるんじゃんかな、もうどっか行ってしもたいと思うあんな世界あの初めて知りましたからね、すごい世界のあれも、収容所に入って自由にね、携帯とかなんかいじって自由にできるって、守られた状態で犯罪を起こせるわけですもんね、そういうことですわ、金次第ってことですわ、あの中も、なあ、フィリピンとかな、他の国でもそんなとこあるかもしれない、知らないだけでね、いっぱいありますよ、いっぱいありますよ、まあ、日本の収容所が一番、刑務所が一番まともかも分からない世界で一番他ひどいですからね、もうそうですよね、あの中で王様みたいにやってるやつがおるっていうのが、すごい世界やけどな。